セミファイナル12奪三振、うん、この10人が4人揃ってね、まず先発責任リードした薬師寺雅人、赤コーナー正規人からのリードです。続いてはグラン浪速選手。はい、まあ、グラン浪速選手が今ね、今現在もまだ微妙な、位置にいましてね、はい、完全な正規人ではないですね。ただ今回師匠のステルデルフィン、組むならということで、あとまあ対海援隊ということですね。そうですね。ではタイガーマスク、こちらが平成のタイガーマスク、はい、先ほどは、昭和のタイガーマスクですね、この日がちょうどね、今腰に巻いてますユーガーブレイク4球はい、世界初フィルムを発音の見栄でもあるね、同じところからリングで、グランド浜田選手、もう言わずと知れた、大ベテラン、25周年、そう96年迎えましたけれども、まだ衰えずですね、素晴らしいですよ。そしてこのおなじみの曲といえば、ね、ステルデルフィン選手、自らをセニョールペルフェクトと言っちゃうところがまたすごいけどね。そしてこのスペルデルフィン選手に特別に花束贈呈していただきました。2名ですか、2名、歌手のゆりかさんと元屋さんとアンニタン市民ゆりかさん、これなんかちょこちょこ回りましたね。歌手の人はなんと電人にはそのユリカさんのパワーボムを受けた後の姿勢とかあったりするので、昨日はですね、自分の本性を思い出したんでしょうね。まあ何はともあれデルフィンもきらびやかなパスチューブでの入場という、はい、そして花束も、ね、お二人からこちらユリカさんですね。デルフィン氏が花束を出てくれます。まさに両手に花ですね、これは。面白いことで、ね、正規の5人が入りました、はい、まあ、タイガーマスクのマントも派手だし、そこまできらびやかだね。そうですね、何話の首のハサミもあれば、はい、こちらは5人一緒に入場ということでね、はい、でも今年はルードなんですよね。ルードつまり、ヒール、うん、悪役なんだよ、はい、でも自分の時に顔かなくてマスク、僕のマスク、まあ、その5人がそれぞれね、いろんなその今までの過去の歴史があって、ね、いろんな因縁がありますからね、ね、高一郎君。
海援隊デラックス、はい、まあ、96年の道のくプロレス1月の札幌大会でそれまで その平成海援隊、紫龍、テリーボーイ、佐藤の3人が海援隊デラックスと改名、うん、宣言してから、はい、そのこの10月10日までの道のくプロレスっていうのは、うん、本当にこの自分タッグが示すような正規軍対海援隊の、まあ、いわゆる1年間の戦いですよね。そうですね。でまた、まあ、私が正規軍にいるということでちょっと敵ながら悔しいんだけども、うんうん、この海援隊一色と言ってもよかったんじゃないかな、うん、96年は、うん、それだけ急成長したし今勢いがある一番ある、勢力ですね。そうですね、海援隊の5人が、先発するヤクシー選手とディック・トーゴ選手、まあ、3月から正式にそのディック・トーゴというふうに名前を変えてそれで試合を始めたんですが、そこからのその海援隊の記録が、まあ、今言ったように一度プロレスの記録に象徴する記録になっているのかと思います。敵ながら暴れてる感じですか。うん、でもいや、そこまでは、うん、そこだね、僕もまだまだ譲らない部分ありますからね。シングルマッチですとか、うん、その後メンズ対応とシングルマッチ、うん、非常にいい勝負を見せてますからね。まあ、タイガーマスクも急成長して、そうですね、まあ、先ほどの薬師選手も本当に成長著しいですよ。そうですね、うん、特にその海援隊と、ね、6人タッグといったのでぶつかり始めてからは、うん、また違ったね、いい面が出てきて、うん、まあ、この10人タッグにもいわゆるもう抜擢ですよね。そうですね、うん、この他に正規軍でいうと星川選手、それからジュニア選手、そしてサスケ選手というわけですけども、ね、この時点で、ね、この5人の中に薬師選手が入ること自体がその成長の証しというところですね。した時点では3名で、うん、そうそうそう、6人にして高野君と船木翔一、それまでの単純軍団で、やってたんですけども、デルフィンから離れ て, 離れてで海援隊に合流したと、最初に合流したと、そこから、勢力拡大というのがね、そうですね、まあ、このなにわのカニパフォーマンスもね、シビアな戦いの中でもね、自己主張ですよ、これいい味を出してますよね。そして浜田選手、大ベテラン、そしてこの、船木翔一選手、はい、海援隊所属ながらもね、はい、本来はバトラーズ、そうですね、今日の試合はバトラーズの選手でもあると、はい、まあ、さっきも言いましたけど、人数違う団体からね、こういったその所属プロレスの中に入って、またバトラーズとね、ジョニータックなんていうのはね、何もないですから、そうだね、この高野純選手のタッグで、まあ、オシンプレスに始めたんですけれども、うん、現在も海援隊の中でもね、そのつなぎ役というか、うん、重要な位置にありますね、うん、そしてテルフィン選手、
もデルフィンと高の因縁というのもね、そうですね、あのなかなかすごいですよ。いわばデルフィン軍団を裏切っての海援隊入りですからね、中道の手というのは。そして今度は紫龍、この紫龍が今度は、元は正規軍だったと。そうですね、3月の、これは東京大会第2弾なんですけども、第1弾の大竹大会では、正規軍に入って、バスケ、タイガー、今度の役に立ったんですよね。もう、今までまだ半年ちょい前の話なんだけども。この西山君ですね、それぞれの思惑があって、本当に現在の道の高さを象徴するこの卓球ですね。それぞれがお互いにその因縁があったり、鷹と何の絡みがあったり、鷹デルフィンがあったり、デルフィン統合があったり、いろんなところでくっついてますよね。でそのそれぞれ そのシングルマッチのね、はい、またその戦績、歴史がまたあるわけでね。そうですね、こうやって肘の張り合いですよね。鷹と何のシングルマッチの歴史があって、自己主張ですね。ですね、スピードで、そうですね、パワーの高さをカバーするしかないから、スライディングキックね、はい、そういうのに行くのかと思えば足が痛くなったので、そしてこちらではこちらも一度ありがとう、どんな足ずつきこの足は水入り、やはりね、みんな技を読んでるわけですよ。そうですね、もう本当に毎日この対戦というのはね、水泳対海援隊というのは行われてますし、そう、早いですね、相手に投げ飛ばされて一瞬の判断で首に絡みついての裏感があるんだね。道のプロレスが今東北で年間120-130試合行ってますからね、もうフェイントに、フェイントの上でのフェイント、技術合戦というか、そうですね、続いていくでしょうね。昨日決まってたのでも今日決まらない、決まらないという、かわされちゃう、またその裏を読んでっていうね、みんながその相乗効果ですよね、成長していく上で。もうこれもね、オムニストップレスタッチのないルールですから、どんどん選手が入れ替わって、そうね、その分まあ見てる方ではスピーディーな展開を楽しめるというね、まして力強いですね。こちらもコルバタ、これが本来のコルバタですよね。挑発してますね、まあ、いわゆるデルフィンポーズと呼んでるんですけどね、やっぱやられた方がね、かなり頭に来るんじゃないですか。4年目になってますけれども、はい、これまでそのサスケ選手とデルフィン選手っていうのは、まあ、
ライバル、うん、要するに敵対してたわけですけれども、そうですね、まあ、6月シリーズですか、うんうんうん、ついにそのサスケデルフィン組っていう対海援隊に対する最強チームですよね、うんうん、が結成されて、まあ、現在その正規軍という形で一緒にまあタッグを組んでると、うん、まあ、言ってみればそのサスケデルフィンのこの融合というか、うん、東西ベルリンの壁崩壊のようなものですよ、時の流れですよね、本当に、お互いの頃にはもう考えがつかないようなタッグですからね、その海援隊というね、うんうん、軍団を引っ張っていけるというところなんでしょうね、うん、でそのラフとかね、よく反則が多いとかっていうのに書かれたりするんですけども、うん、それだけじゃないんですよね、こういったその要所要所のそのテクニックの数々っていうのは、やはりさっきのピンチャンジャンプのようね、うん、パフォーマンスを忘れない、そうですね、いやパフォーマンスこそ正規軍の自己主張なんだと、うん、いうところなんでしょうね、この2人もまたね因縁が深いんですが、ね、うん、UWA ミドル級の王座決定戦、王座決定戦、タイガーマスクのマスクを破って、うん、なおかつ流血、うん、クライアン・メニテオ選手はタイガーマスクの蹴りで腕から出血しちゃうと、うん、はい、やはりメンズテオもね、あのタイガーマスクにジェラシーを感じてるみたいで、タイガーマスク選手も、ね、膝の靭帯、うん、損傷したまんまでね、今試合をやってるんですけど、これね靭帯がね切れてるんですね、前十字靭帯が、断裂ですね、はい、私と同じ症状なんですが、はい、本当は手術しなきゃもういけないんですが、テーピングを動かしながらやってるんですね、うん、本当にチャンピオンになりましたしね、そう、東北のファンにもタイガーマスクっていうものをどんどんまだアピールする時期ですから、うん、まだまだ休めないということですよ、 そうですね、まあ、そしてこの薬師寺の動き、もう先ほどからね一番光ってますね、そうですね、この試合の中ではなかなかこう本人もね、例えば今までこういったセミファイナルとかの試合にも出てこなかった選手ですけど、うん、名前とかね顔は分かってても、うん、どんな選手なのかっていうところまでは伝わらなかったんですよ、いやもうそれどころか名前すらまだまだね、うん、覚えてもらってなかったかもしれないけど、この一戦でようやくね評価ががらりと変わったようですね、徐々に連携が出てきましたね、約連携できましたね、関君の方ね、そうですね、でも連携といえば海援隊の方もまだまだ連携という連携はね、そうですね、出てないんで、まあ正規軍が今一歩先を読んだかなという、うん、垂直落下式ブレマスター、はい、それも空中でかなり長く静止する、はい、スペルデルビンのこれ、ね、ここですよね、そうですね、タッチ、うん、シリが今捕まってる、もう今正規軍のペースに入ってますね、これね、さっきまでね、そのどんどん速い動きの中からこういった固め技、はい、徐々にその勝利への、まあ、スタミナを奪っていく戦法にね、で、紫龍選手を捕まえると、そうですね、タクマチャンですよですね、出てきました、海援隊ですね、海援隊は、あとは正規軍を泳がせたというか、うん、あえてやらせてたね、これね、あ、責任の方連携やってみるとやれるもんだろうね、ところが今ファイルチャンスを見て何が出てきますもんね、うん、俺が連携なんだよと、これが水捨てくるようにね、捕まっちゃってると
そう、これはね、本当にボクシングでいうとボディーブローに一致ですよ。そのお腹を狙って振ったサンプル、勝負の鉄則でね、一箇所集中攻撃ということで任務かなってますよ、攻撃は。また5対1で来ると、また さりげなくその海援隊の、ルードながら のアピールというかパフォーマンスである、ね、そのユニバー選手とは逆の、こういう主張もありかな、そしてこの高田船木なんとかの連携は、贅沢なタッグですよ ねこうやって見ると贅沢だね、そして海援隊はその3人でやってた時代があったんで、3人の連携と、それから高船木の先ほどの2人の連携と、いろんな組み合わせの連携を持ってる、やっぱり正規軍不利だね、この状態だとね。なるほど、シリアとベニバー、この2人もね、気になりますね。で、彼らのシングルマッチの過去の歴史っていうのはね、本当に技の歴史と言ってもいいんじゃないかな。やるたんびにね、新しい技が出てきてましたね。ちょうどこの年の夏では、シリュー選手が、ドラゴンスプレッツホールドで、ベニバー選手がベルトを奪ったと。その前の年になると国民ワールドリーグの若手代表決定戦、この時は山本選手が必要なノーサンライトスープレックスで、破ってそのリング戦に出場したと。もう意地の張り合いからその新しい技を考えて相手の裏を変えて、そういった戦いを続けていって2人とも成長してきたと。成長も2人ともね、チャンピオンになりましたからね。シリアそれから高道のここのなにわ、この3人からはね、ほとんどデビューも一緒ですし、キャリアも一緒ですからね、本当にこの強くライバルとしてね、伸びていけば面白いですね。そうですね、今は同じ海援隊デラックスでやってますけれども、高選手とシリア選手は同じタイトルマッチでデラックスでしたね。最後マスクに手をかけて、集中できない。東郷選手も昔ね、マスクかぶってますよ。そう、そういったところはよく分かってるんですかね。分かるからこそもね、まあね、こういうことでしょうね。今度はメンズテオがデルフィンのお箱を奪うようにね。待機時間長いですね。はい、こちらは通常のブレイクスター海援隊というのは、レフリーを正規軍の方に注意を向けさせておいて、こういう合体運動というか、やるというね、そこまで徹底してるから。うまいですよね。まあ、うまいというかずる賢いわな。なんだ、反則ならないのか。まあ、お返ししましたね。返したけどね、本当は良くないんだけどね。やっちゃいけないですね。今もうデルフィンもやはり元ルードの血が流れてるわけだから、第5っていうのはもうなかなか通常の技だと決まりにくいよね。カットプレーがあるからね。そうですね、1対1でそれ以外にそのアクロに何もいるわけですから、どうにかして他の4人をね、外に散らすか、そういう方のパフォーマンスが入る。1人が
こう捕まえてる間にまた今度マスクを3人目たちのシリー選手を手に押さえて東北の対応で姫野を解くと、まあ、こうやって1人の狙いを捨ててね、うん、レフリーの目をそらしてみんなで攻撃してダメージを与えて、うん、で最後はでも1対1で決めると、うんうん、こんなかなりまずいですよ、これはもうちょっと注意をもうこれはね集中できなくなりますよ戦いに、ね、まあ、これであのマスクを取ってしまうともかなり反則になってしまうんですよね、うん、完全にマスクが取れたら反則即反則負けということで、まあ、これあのロープとかエプロンの使い方もねやはりもう研究してるような感じがあるんですね、うん、もう正規軍はもう見てるしかないからタイガーやり返せ不満の声、タイガーやり返せと。ただこうやってマスクを解けてたらね、かなり全然もう試合に集中できない、うん、試合にならないですね、うん、もうね。また気づいたクエリアとかもね、えげつないようなには入ってましたね。仕方も激しくなってきますね、うん、ちょっとや外のカットじゃね、うん、もうお互い熱くなってるんで、そしてこれも何も自己主張ですよね、何も自己主張ですよね、しかしでも自分的に通用しないこと、こちらもどうぞ全員とこれを進めるまた捕まっちゃったね、これですね、そして今レフリー画面に映ってないところでこれ多分正規軍の方に注意を引かれてると、うん、3人の連携があり、また2人の連携があると、うん、もう
後方宙返りで立っての。ツームストーン。タイガーが浮かび上がってのツームストーンだよ、これは。シーズン初の決めた球になります。リザルト。シーズンに勝った。またうまいですね、2対1の。さりげなく持ってくるから。惜しかったね。ければね、行けばパーフェクト。難しいですよ。ちょっとですね。今カットしましたね。そして今日は浜選手が入ってきて。今日はですね、今度浜さんが通るとんだ。もうあちこちでもう誰が何をやってるか分からなくなったんですね。もうほとんど分からない。リング内は。シリューやシリュー両手にドロップキックを飛ばして狙ってますね。タイガース2人でパーカッション一中スリー抜け特別石だ。そう、2人同時、2人同時、うわ、あちこちで飛んでるわ。これこれは技の読み合いですね。指定コンビ、指定コンビがあったんですよ。連携もあるんですよ。やっぱ息が合ってますね。ベルフィンとライガー指定関係はやっぱり強いね。チャンネルが出て、またクランチャーが、うん、こっちも二人同時にうまく決まればね、いいんだけど、どうかな。今合図送りましたね。よ、うん、し、決まった。からどの未来は誰が上がってくるんでしょうか。もう今のうちに決めるんだな、今のうちで。そうですね、みんな場外出てますからね。になってますよね、リングライン。チャンスは今こういう場面で先ほどの連携プレーでのダメージっていうのが生きてくる。なるほど、うん、飛びついてます、うん、素晴らしい。返してきますね。この辺は東郷選手まだスタミナがあるということです ね、 ね。山田選手もまだまだ温存してるから、うんうん、ちょっと難しいかもしれない。嬉しくなってました。捕まえて、こちらの形のスイングDDT。大きな流れですね。竹山リシキスイングDDT。そして乗ってた。この選手のこれは、リシキの何か、フランケンしたいなんですかね。またフランケン狙ってるでしょうね、やっぱね。はい、シミ選手が抵抗して。家でのこの力比べですよ、これは。逆に上にいるチリはほとんど当てませんでした。分からないですね、どっちがどうなってるのかっていうのは。たくさんなのかなと思って、大好きで。遠藤選手ですね、勝って何が来るか分からない。何が上にとったらフレームにしてますね、画面の中に。今画面の上から飛んできそうですね。すごいな、これ。
ライナメモリーと呼ばれてるんです。この日はウクライナメモリー、はい、線の名前を持つ技、うん、名前がその時に決まった。本家のツーミスト、これがライナーのツーミスト。これはさっきの初代と同じ動きですね。ツーミストからトップロープダイビングヘッドですかね。先ほどの映像がダブルよね。完璧に止めました。あともう一発欲しいなと思いますね。あ、これあ、タイムスボックスだ。またどっから飛んできたよ、これ。来ましたね。これはベルベルのツーミスト。それも今のツーミストドライバーはね、ダイナマイトキット式ですよ。フリースローみたいな感じでこう感じで抱え上げて、うん、決め手のでも決まらないですね。そしてスピード DDT 入れられます。対戦に入るだけでお客さんが来ますからね。そしてもう一発連発ですよ、これ、うん、もうこれで決めるしかないと。展開に刺さる、いい角度で決めてますよ、これからエルフィンクラッチ、うん、この意地合いですね。これはやっぱりまたしても入ってきますね。終わりが見えないですよ。また浜さん、ジョーは今、取り付けたスイングの DDT、もうどこで何が起きるか、あー、急所打ちだ、急所、この状況だとね、レフェリーもチェックできないよ、外のレフェリーがさっきの浜田選手が見てると、うん、分からないですよね、ちょっとパワー見たら、すっごい、先頭、100キロは振ってきた。でもやられちゃったね。リング内に CG いなかったですね。逆にうまく CG っていう対応みたいなメンバーが発見したとしてもカードの CG が切るようにって言って、完全に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 。そんなにやったんだ。いや、対応みたいにこれもうチームインクだね、これ、うん、これはもう悔しいなと思います。いくらだってもいられなくなっちゃったよ、うん、でこれはもう、うん、やっぱりチームワークだわ、これ。やっぱりこの5人っていうのは、1人で、ほぼタッグチームになってね、1人で。技もそうだけど、それ以上に連携ですよ。ちょっとスランプかな。